ブロイセン王国の王族。ドイツ国の空軍軍人。ビルヘルム2世の孫の一人。息子のルイ・フェルディナントと区別するため、大ルイ・フェルディナントあるいは、ルイ・フェルディナント一世とも呼ばれる。祖父ビルヘルム2世夫妻とルイ・フェルディナント兄弟1907年11月9日、ドイツ皇太子、ビルヘルムの次男として、ポツダムの大ゲイシミ殿で生まれる。母は、 メクレンブルク・シュベリーン大工女、セツ,ツイリエ。11歳の時の1918年の第一次世界大戦敗戦により、ドイツ帝国は崩壊。第二次世界大戦中は、兄のビルヘルムが1940年に、フランス戦線で戦死したため、アドルフ・ヒトラーが、ホーエン・ツォレルン家の兵役を禁じたこともあり、妻・キーラと共に、東プロイセンにある王家の土地で生活をしていた。 1944年7月20日に起きたヒトラー暗殺未遂事件では、反ヒトラー派の人々と面識、交流があったことから、事件直後に、ゲシュタポから尋問を受けているが、逮捕、起訴されることはなかった。1951年の父ビルヘルム死去に際して、プロイセン王家の課長の座に就いた。1994年に死去した時は三男のルイ・フェルディナントが、 自己死していたため、孫のゲオルク・フリードリヒが継いだ。夫人のキーラの間に4男3女を設けた。ルイ・フェルディナント夫妻の日本訪問。ありがとうございます。